1909年のランスでのルフェーブル・ジェーヌ・ルフェーブルはフランスのパイロットであり、いわゆる飛行機を自ら操縦して事故で死亡した最初のパイロットである。飛行機の事故で死亡した人物としては1908年にオービル・ライトの操縦する飛行機に同乗していたトーマッセル・フリッチンがいる。フランスに作られたライト兄弟の会社のチーフパイロットとなり、 1909年8月22日のランスで行われたゴードン・ベネットカップにフランスのパイロットとしてはルイ・ブレリオと共に出場した。ライトフライヤーで参加したルフェーブルは予選では好成績を上げたがレースではグレン・カーティスに敗れた。レースの9日後、ジュビジーで飛行機のテスト中20フィートの高さから墜落して死亡した。飛行機の事故で死亡した。 最初のパイロットとなった。http://www.ai rracinghistory.freola.com/.runst.htm.hat.howard, Fred, Wilbur and Orville, Curie, Dover Publications, 1998, p318, ISBN 0486402975 クラウチ、トム・ディ・ウィングス、A History of Aviation from Kites to the Space, エイジ、WW Noting and Company, 2003, P132, ISBN 0393057674ありがとうございます。